今回の選手のロッククイズはこちら。難易度は星1だけど意外と能力だけ見て予想するの難しいですよね。答えは動画の最後にあります。ぜひ予想してみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日はディビジョン上位勢最強メッシュローンやっていきたいなと思います。ということでちょっと今回はですね、初の試みになるんですけど、ディビジョン上位勢ランカーの方をお招きしてですね、今回登場したビッグタイムメッシに関して色々とですね話を聞いていきたいなと思います。まあ僕自身のこのメッシが強いんじゃないかみたいな話はあるんですけど、やっぱりですねガチモサ目線でメッシに対してどう思ってるのか、どこで使うと強いのか、どのメッシが最強なのか、そのあたりの話が聞けたらすごく参考になるんじゃないかなということで今回動画撮影してきました。いろいろとですね通話をしながら聞いてきましたので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。そしてこういう形式の動画今後もやってほしいよとかあれば、ぜひ高評価そしてコメントでたくさん感想いただきたいなと思います。では本編いきましょう。レッツゴー。はい、ということで本日はですね、eフットボールディビジョン1上位勢バメアンさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、今日はわざわざお時間取っていただいて。いえ、とんでもないです。光栄です、本当に。いやー、まあバメアンさんとはなんだかんだ結構前からの付き合いというかあれですよね。どんぐらい前なんだろう。はい、3年前ぐらいですよね。そうっすよね。それこそ大会とか出ていただいたりとか、はい、ちょっと多分僕の視聴者さんだとまだこうバメアンさんのことよく知らないって方もいると思うので、はい、なんかe フットボールになってからのがいいですかね。なんか実績とか、ああそうですね、なんかその辺あればちょっとお聞きしたいんですけど。はい、まず e フットボール、オープンモバイルっていう、はいはいはい、e フットボールオープンはウディさんが、はい、世界大会優勝されたと思うんですけど、はいはいはい、それの1年前の2022年の方に で、まあ、出場しまして、はい、まあ、アジア4位までには行ったんですけど、世界ディビジョン1の最高レートに、まあ、2175と、はいはい、まあ、最終の最高順位っていうのが、まあ、5位っていうの、う最大連勝が、まあ、69連勝っていうのが、はい、あります。すごすぎるもうこれ聞いていただければ皆さん分かったと思いますけど、はい、今日はちょっとそんなバメアンさんと一緒に、まあ、せっかく今メッシが3人来て、はい、めちゃくちゃ盛り上がってるんで、まあ、バメアンさんなりの、まあ、最強メッシ論みたいなものを、まあ、僕結構聞く側になっちゃうと思うんですけど、はい、はい、一緒にお話できたらと思います。はい、はい、ということでじゃあ最初は、まあ、それぞれのなんかメッシの、まあ、強みとか、はい、なんかもう所感みたいなところ話していきたいなと思うんですけど、まあ担い手あたりからいきます。インサイドレシーバーの。そうですね、じゃあ担い手メッシから、はい、担い手メッシ、はい、これはまあ純粋にスピードめちゃ速メッシですよね。まずはそうですね、もう爆速メッシです、ね、はい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 、まあ、なんか僕初見でこれ見た時は、はい、うわメッシでこのスピードかめっちゃいいなっていうの思った反面、はい、まあなんか割と似たようなタイプもまあいるじゃないですか、サイドだとこういう爆速タイプって、はい、だからそこでの差別化がどうなのかなっていうのを僕は思ってました。はい。担い手メッシに関しては、はいはい、まあ、足生かすとするとやっぱ前目のポジションになってくるんですけど、はいはいはい、僕はトップ下の位置で使いたくて、おお、はい、まあ、無印になるじゃないですか、インデシだと。なりますね、はい。まあ、スパサブまでつけちゃうとマラドーナみたいな使用感になると思うんですよ。はいはいはい。だから、まあ、マラドーナ持ってる人も少ないと思うんで、はい、担い手メッシ使ってるっていう人はぜひスーパーサブつけて無印 OMF で使ってほしいなと思ってます。まあウィングだともうインレシ確定発動になっちゃいますしね。これインレシ苦手な方だともうそこが使えなくなっちゃうんで、どうしよう。そうですよね、はい、でセンターフォワードってなると、はい、まあ、足生かすっていう特徴ってなるとやっぱもともとセンターフォワードムバッペがいたり、はい、レンメニエがいたり、まあ、ラファエル・レオンとかいたりするので、うん、タイプ被っちゃうなと思って、逆にトップ下の選手でここまで足速いってなかなかないと思うので、まあ、確かに、はい、そういう使い方するのもちょっと面白いかなと思って、はい、僕は担い手メッシはトップ下起用が一番いいのかなと思ってます。確かに、まあ、カカとかよりも全然速いですもんね、はい、これそうですね、全然速いですね、もうプラス5とかそこら辺までカカもだいぶ速いですけどね、トップ下としては、はい、はい、確かに
まあ本当に差別化するならそこで使うって感じになるんですかね。そうですね、やっぱ一番おすすめしたいポジションではあります。はい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 、なるほど、ありがとうございます。じゃあ次は、いやキングいきますか。キングメッシ。はい、わかりました。キングメッシは、はい、そうですね、僕のイメージ、能力見た感じだと、はい、あの、まあ、ワールドカップで出てきた、まあ、ビッグタイムメッシとかの、はい、まあ、完全上位互換プラス、まあ、チャンメからリンクになったってことで、はい、まあ、そこもあの、まあ、無印でトップ下で使ってあげると、まあ、アルゼンチンメッシの完全上位互換みたいな、そんなイメージで使えると思います。で、加えてそうですね、フィジカルもあるんで、しっかりこれ化け物ですよね。メッシュじゃないですよね、もうこれ。上がり方がちょっと異常です、ね。確かに確かに。ちなみにこのキングをウィングで使うとかはバメアンさん的にどうですか？ウィングもありなんですけど、はいはい。なんていうんですかね。今の環境ってやっぱり、まあ、フィジカルの能力値ももちろん大事なんですけど、うんうん、でもやっぱり、まあ、ドリブル数値プラスやっぱスピード瞬発っていうところもかなり重要なところなので。はい、ってなるとやっぱメッシをウイングで使うってよりかは他の選手に任せて、うんうん、あ、メッシをやっぱ真ん中で堂々と立たせるっていうのがすごいいいかなと思ってます。はいはいはい、まあ、はい、スピードが超トップクラスかって言われるとキングは多分そこまで上げられないですよね、スピード面とかは。はい、なるほど。じゃあこれも無印 OMF で使うのがおすすめって感じですかね。はい、僕はもう宮城メッシもキングメッシもプッシャーで使ってあげるのがすごいいいかなと思ってます。おー、じゃあ逆に言うと、まあ本当無課金とかで悩んでる人とか、まあどっちか当てられればいいかなっていうのはあるかもしれないですね。なんかそうですね、はい、ここがなんかタイプ違うですけど、まあ似てるかなという。あー、なるほど。見た時ちょっとなんかキングのこの異質さはびっくりしましたね。でもなんかこのメッシの、そうですね、ちょっとびっくりしましたね、うん。で、じゃあ最後、はい、神の子いきますか。神の子、はい、わかりました。なんか、ちょっと先にいいですか、僕から。はい、わかりました。なんか、神の子、やっぱ評判一番いいっすよね、圧倒的に一番いい、そうですね、コメント欄見てても、はい、いろんな、すごく、もう神の子の使い方、使い、あれがすごいいいっていう仕事が、うんうんうん、使用感めっちゃいいって言われますよね。はい、実際僕も使ってみて、神の子、なんか CF で使った時の破壊力エグいだと思って。あ、やっぱキック力、うん、っていうのがもうすごいですよね。すごいですよね。はい、っていうので、すいません、ちょっとバメアンさんのなんかあれを聞きたいですね。はい、実は僕も神の子メッシが一番やっぱ使用感いいなと思ってまして、ほう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 、やっぱりそのキック力103っていうのと、はい、やっぱ逆足頻度がやっぱやや低いから普通に変わってて、はい、で、あの、精度も高いから最高に上がってるってところで、はい、もうこれがもう数値以上の変化をもたらしてまして、うんうんうん、ドリブル中も左足だけじゃなくてたまに右足も使うんですよ。はいはいはい、ってなるとやっぱドリブルの感じもすごい細かくなって、うんうん、やっぱ相手を抜きやすいっていうのもありますし、はい、でシュートももう前まではもう左足しか警戒されてなかったのが、うんうん、そうですね、右足でもいけちゃうんで、あの、振ってしまえば入っちゃうみたいな、そんなイメージ、はい、やっぱそれはキック力と逆足の強化が入ってちょっと覚醒したみたいなイメージですね。そうですね、もう1段階両方上がってしまったんで、もう、はい、そうですね、逆足精度がやっぱ、はい、最高の選手っていうのは、はい、あの、ドロップシュートやミドルシュート、ライジングシュートとかの、まあ、スキルを持ってれば、はい、逆足でも、あの、そのミドルライジングドロップが、あの、打ててしまうっていうのがありまして、うん、やっぱそれがかなり魅力的だと僕は思ってます。はいはいはい、なるほどっすね。じゃあ、まあ、唯一ですもんね、この逆足まで強化されたっていうのはこのバージョンだけですもんね。そうですね、もうここは唯一無二だと思ってます。なるほど。はい、で、じゃあこの神の子使うとしたらどこっすかね。やっぱシュート力、まあ、生かすってなるとやっぱりもう最前線のセンターフォワードありますし、はい、まあ、僕個人としては、まあ、パスも上手いので、はい、ST とかでも ST 起用でも全然ありかなと思ってます。はいはいはい、そうです、もうがっつり前目で使いたいっすよね、このメッシは。そうですね、もう最後のフィニッシャーっていうところも任せられる選手ですし、はいはいはい、まあ、あのグラウンダーパスももう初期数値で91あるんで、はい、そうなるともうパスもできちゃうんで、まあ、確かに、はい、ちょっとこのメッシ欠点ないっすね。
そうですね、欠点ないですね。なるほど。ちょっとせっかくなんで、はい、なんかバメヤンさんなりの今回のランキングちょっと聞きたいなと思ってまして。そうですよ、ね、まあでもこれ大前提として僕のところも言ったんですけど、はい、これかなりハイレベルな戦いですよね、3人とも。多分やっぱいろんな方が評価されると思うんですけど、はいはいはい、やっぱ結局好みになるんで、うんうん、やっぱ意見はすごい分かれると思います。そうっすよね。だから、はい、多分正解もないですしね、ここに関しては。はい、正解ないと思います、うんうん、じゃあちょっと酷ですけど、はいはい、その上でバメヤンさんのなんかランキングお聞きしてもいいですか。わかりました、はい、第、まあ、3位からいきましょうか、ちょっとあれですけど。はい、わかりました、はい、単位は、担い手メッシーです。おー、なるほど、はいはいはい、はい、今回担い手メッシーのプラス4上がるところが、はいはい、まあ、ヘディングの部分。そうね、確かに、はい、プラス4っていうのがちょっと他のキングメッシ、神の子メッシに比べてちょっともったいない上がり方しちゃってるなっていうのがやっぱありまして。確かにそれはそうだ、はい、数値もかなりヘディングがもう80分でちょっとそこの数値がちょっとね、あんまりメッシでヘディングするっていうところないんで。確かに、はい、そこがもったいないなっていうのがもう一番大きな理由ですか、ね、あ、確かに、まあそのね、はい、現実のプレー考えたらそうなるとは思うけどってことですよね。はい、本当にハイレベルな中の第3位という形になります。はい、はい、そうです。じゃあこっか、まあこれこの後が気になる方いると思うんですけど、じゃあ第2位はどちらですか。第2位はキングメッシュです。おー、キングここで登場、はい、まあ、フィジカルコンタクトなんですけど、はい、ドリブルとかパスは結構試合中相手のマッチアップに引っかかんないようにもう逃げるんですよね、はい、もうドリブルなりなんなり、うんうん、パスね。なんでそうなるとフィジカルっていうあんまり項目がいらなくて、はいはいはい、そうなるとやっぱり、まあ、逆にここももうもったいないっていう感じになってきまして、うんうんうん、であと、はいはい、リンクフォワードっていうことなので、はい、使えるポジションっていうのが、まあ、トップ下に限られてしまうっていうのがやっぱありますので、うん、まあ、リンクフォワード好きな方もいると思うんですけど、大半はやっぱあんまり苦手だなって思ってる方多いと思うんで、うんうん、やっぱ起用するポジションが少ないっていうのも一つありまして、確かに、やっぱそうなると2位かなっていう、はいはい、でも使用感かなりすごい良かったです、うんうん、普通にめっちゃ強いですよね、はい、このキングも、はい、強いです、うんうんうん、なんかウィングで使って結構、はいはい、体ぶつけても取られないみたいなプレー集を上げてる人とかもいましたね、はい、じゃあもう第1位は神の子ということで、はい、はい、神の子メッシです。まあさっきの説明通りって感じですよね、神の子に関しては。そうですね、もう説明してる時多分バレてましたね。確かに。まあ改めて考えるとブースターのプラス4も完璧っすよね、4つ。そうですね、もう素晴らしいところが全部上がった。確かに。でさらに逆足も上がってと。はい、でパスがやっぱ90乗ってくるととんでもないパススピードになって、はい、本当にパスがうまいんですよね、はいはい、ってなるともう本当にやっぱシュートもできて両足で、はい、パスも両足でできるってなるともう本当になぜ使わないんだいってそういうことなんで、はいはい、ちょっと使わざるを得ないなってことです。もう髪の子一択っていう僕は今です。いや、はい、ちょっとバメヤンさんがそういうの多分結構欲しくなっちゃう人多いと思いますよ多分。この後ちょっとねプレイ集とか見ていくんですけど、はい、えぐいパスありましたよね。普通にありますね。やばいな、あれ見て驚きました。あれ通せるんだみたいな。はい、もう実に思って通せるんですよね。はいはいはい。ちなみに1個いいですか、バメヤンさん、もう1個ちょっと聞いて。はい、髪の子スキル追加5つするとしたら、はい、何選ぶか僕ちょっとバメヤンさんのチョイス知りたいですね。あ、もうつけてますかね、すでに。僕今4つまではつけてまして。おー、はいはい、聞いてもいいですかちょっと。はい、1つ目、まあアウトスピンキック、まあつけますよね、はいはいはい、はい、あともう1つがまあ足裏コントロール、はいはい。で、まあ、メッシは大体スキル揃ってるので、はい、補助的な感じで僕はたまに ST でも使うので、はい、まあ、ピンポイントクロスっていうのをつけました。おー、ピンクロつけたんですね。はい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 。で、が、まあ、闘争心、ね、おー、いいっすね。はい、あともう一つがすごい迷ってて、はいはいはい、ライジングシュートもありかなと思うんですけども、
ありっすよね、このキック力も考えたら。ありっすけど、僕の使い方的にライジング打ったことないなと思いまして。はいはいはい。ってなると、まあ、たまに後半からも起用することがあるので、はい、スーパーサブつけようかなと思って、はい。まあ確かにね、その、はい、一応つけといて後半からだったら発動するみたいな状態にしとくみたいな感じですよね。もうスキル1個余ってるんで、もうなんならじゃあつけちゃおうっていう。はいはいはい。はい、っていう感じでちょっとスーパーサブつけようかなと思ってます。おー、じゃあそれがまあ今のところ理想って感じですかね。はい。ちなみに、はい、このメッシに特殊ダブルタッチはどう思います？このメッシだと、はい、そうですね、スピードがあんまり乗ってないので、はいはい、で特殊ダブルタッチはやっぱスピードに乗った状態で使うのがやっぱ強いと思ってるので、神の子メッシにはあんまりおすすめはしないですね。おー、じゃあ逆に担い手とかだったらつけるのありかなみたいな感じですね。担い手はかなり良くなると思います。おー、あ、そっか、担い手は足裏あるのか、最初から。だからそうですね、エラシコだけつけちゃえばもう一気に特殊になるっていう、はいはい、そうですね、エラシコだけ。じゃあめっちゃつけやすいですね、ある意味もう。はい、はい、いや、そうですね。なるほどですね。わー、でもちょっとこれ結構ね、スキル付け方迷ってる人多いと思うんで、めっちゃ参考になりました、ありがとうございます。はい、よし、じゃあちょっとバメヤンさんのランキングが聞けたところで、ちょっといくつかバメヤンさんにプレイ動画を持ってきてもらってるんで、ちょっとそれ見ながら話してもいいですかね。はい、ということで、じゃあこっからは、バメヤンさんに撮ってきていただいたプレイ集をいくつか見ていきたいと思います。はい、これは神の子っすよね、メッシは。はい、ここです。 OK です。じゃあちょっと見ていきます。さあ、これ自陣からっすね。はい、自身から割ってから無印 CF で抜け出してって。いや、いい抜け出し。いや、えぐい。はい、いやー、いい動き。やっぱセンターフォワード起用したんで、無印センターフォワード抜け出してからやっぱグランドパス、僕プラス2上げてるんで、まあ93でも、はい、は通ってしまう。これえぐいっすね、めっちゃうまい。パスやっぱ、あ、うまいっていう感じるところですね。はいはいはい。ちなみにこの時ってどんな褒めで使ってます？この時は4123の褒めの、はいはいはい、はい、頂点でメッシ使ってて。ああ、なるほどなるほど。でウィングにインシーネいて入り込んできたみたいな感じですかね。そうですね、僕は今両サイド今 ST で使ってて。はい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 。じゃあ次見ていきましょう。はいはい、こちら相手のゴールキックからですね。はい、を奪って奪って繋いで、いや、えぐやば。はい、これ入っちゃうんですよね、反転しても打っちゃうと。え、これちょっと入っちゃうのやばいっすね。これ入っちゃうのズルっすよね、もう。これは一回シュー、え、これどういう動きっすか。シューキャン入れてます？入れてないか。いや、これ多分ダブルタッチキャンセルな気がします。ああ、そういう、なんかちょっとビクッてやってるのはそこっすね。ダブタがちょっと置いてっていう。あ、ほんとだ、はい、はい、うわー、えぐ。はい、多分そのズレで多分相手のマッチアップが引っかからなかったのかなっていう。そうっすよね、相手ちょっとなんか、はい、ディエンダー変な動きしますよね、ちょっと生かし出しみたいな、はい、うわー、はい、すげー。これもまさに神の子らしいゴールっすね。そうっすね、多分神の子でしかできないキック力と逆が最高のこのシュートだと思います。うわー、えぐい。はい、じゃあこれが3本目っすね。はいはい、ここワンツーで、いや、えぐい。いやちょっとキック力高すぎて、なんかもうキーパー一歩も動いてないんですけど、もうキーパーもうボールどこ行ったっこれは、いや、これえぐいな。はい、これも気持ちよかったですね、似合う上に。地味にその前の動きもめっちゃ優秀っすよね、これ。いや、優秀っす、本当に。これすごいな、ワンツー出しててちょっとこう内側に受けに行くのすごいっすね。はい、本当に優秀っすよね、細かいところ触れるっていう。うんうんうん。じゃあ次見ていきます。はいはい、こちらオベリンガムから繋いでダブタ。おー、これインパクトっすよね。はい、直前もインパクトで入れてるんですけど。うわ、はい、これやばいな。これなんかポイントとかあります？もう見たまんますけど、えぐいの。流れの中でここでインパクト入れるっていうのはすごい重要で。はいはいはい。その後に直接ダブタすると、あのどっか弾いちゃうじゃないですか。弾きますね。はい、なんでそれを防ぐためにあえてインパクトパスを入れることによって、受け手側にパスの時間、シュートまで時間ができるんで。はい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 。あとトラップ1個入れてからダブルタッチすると、まあ絶対成功するんで。はいはいはい。っていう、はい、このインパクトがすごい重要で、でトラップしてもうすぐだった
ってニアストーンです。うわ、はい、すげえ。そのインパクトパスの部分ですよね。ここの部分も大事ってことですね。はい、の前が普通 の, あのパスだと、まあ、たまに引っかかっちゃうこともありますし、はいはいはい、でそこで直接ダウタするとミスることもあるので、うん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 、それをやめるためにも先にパスを早くしとくっていうで、トラップしてる時間を、はい、作ってあげる。ああ、そういうことか。じゃあいきます。次こちらです。さあ、ここ中間から逆サイド振って、これはどうだ。いや、いいパス、はい、決めていくと。はい、これも逆足ですね。はい、これも逆足でしっかりニアに決めてくれるっていう。このパスもうまいな、本田選手。はい、いや、でもいい動き、本当いい動きしますね、メッシが。本当にスピードなくてもやっぱ無印なんで、ここを抜け出してくれるっていう、すごい、はいはい、メッシだけ見てると広がってからこう抜け出して、いや、やばい、もう、でも、うん、はい、さっきから本当に動きがなんか優秀っすね、全体的に。ボール取るための動きしてくれますよね、毎回。はい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 、はい、じゃあ次見ていきます。さあ、こちらフィニシーネから裏メッシ、うーわ、はい、シンプルっすけど、はい、ポイントありますか。これはやっぱしっかり相手がカーセルネスと合わせた瞬間にもう、あの斜めのダブルタッチキャンセル入れて、はい、もうここはもう絶対入ると思ったんで打てば、いやしっかり決める、はい、この距離感の今回マジ入りますよね、メッシ。入りますね、もうでかいよ、エリアもう、はい、エリア内はもう絶対、うんうんうん、キック力やっぱあるんで、コントロールカーブのスピードがなんか他の選手は違うんですよ。わかる、なんかえぐいっすよね、はい、メッシだけすごいスピードが速くて、はいはいはい。じゃあ次いきます。はい、はい、こちら。さあ、これは、CF ではなくて ST 起用。はい、これは左 ST 起用、左 ST、 はい、打ち抜く、ういえぐい。これちょっとポイントありますか。はい、これあえて左 ST と置いたのは、はい、そうですね、こう縦突破していけるっていうのと、やっぱ、うんうん、はい、左足警戒したのを使っ、まあ、利用して右足精度が高いので、もう右足で今回打つっていう、はいはいはい、はい、相手の逆を取るっていう、うわ、なるほど。オアミスが完全に、はい、スピード勝負だと思って縦切ろうとしてるので、もう中は、まあ、いけてないっていう。確かに、はい、まさにでも相手の裏をついたゴールですね、これは。そう、すげえ、これが、はい、左 ST でもつく、あの起用できるっていうのがすごい、これいいですよね。うん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 、てかこう見るとやっぱ早いっすね、メッシだって。あれ、ドリブル数値がかなり影響してると思うんですけど、うん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 、グッていけるんで、ワンビサカも、はい、なんかスピード自体はそんな高くないじゃないですか、このメッシ。はい、けどやっぱこの初速エグいっすよね、なんかボール持ってる時のこのタッチした後のこうグッとツータッチしてスリータッチ、今ちょっと右足使ったと思うんですけど、はいはいはい、スリータッチ目ぐらいで、そこがかなりスピードに乗れてるあれでもあるかな、うんうんうん、このあたりってやっぱ瞬発ドリブル数値あたりですかね、やっぱ。そうですね、ドリブル数値が多分一番影響してると思うんですけど、はい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 。じゃあ次見ていきます。はい、こちら、これは前線でカットしてヒール、おー、これはドロップシュートですかね。はい、これでドロップ、先ほど言った右足では打てちゃうっていう。いや、だってダイレクトでこれっすよね。はい、コースもやばかったですね、リプレイ見たね、うん、はい、完璧。はい、これできちゃうな、もう本当にまさに神のこの強化ポイントならではって感じですね。はい、これは本当に助かりますね、これ決めてくれっていうのは。確かに。ということでラスト、これ最後なんですけど、ちょっと正直言って僕先に見ちゃいました。えぐいですこれ。ちょっと閲覧注意レベルのプレイが飛び出してしまいましたこれ。ということでじゃあ見ていきます。これやばい、ちょっと解説欲しいわ、バメヤンさんの。こうサイドから、ここちょい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 、おかしいおかしい。ちょっといいっすか、コメントもらって。まずマラドーナでもうここでもう2人3人こう引きつけてるんですけど、うんうんうん、で入れた後にこの後なんかまた火入れようと思ったんですけど、そしたらもうメッシが意思を持って勝手にドリブル。はい、まあ、それが一番のあれだと思うんですけども、はい、はいはい、意思を持ったんですよこれメッシ。かっこよすぎる、意思を持ったメッシ、はい、
はい、え、これな、え、待って、何が起きてるんですかこれ実際。え、多分あの、はい、あのワールドカップ決勝で、あの、はい、あとクロアチアとやった時に、はいはい、グバルディオルでサイド抜いた、あ、ありましたね、うん、の後にあの多分シューキャンの入力が入ってのが続いて、はい、あのレンジャーで抜けたっていう感じですね、これ。なるほど。多分またいでると思うんですよね、一番最初のここが。本当だ本当だ、はい、うわすごい、2人引っかかってますもんね、もうまたぎに。で、はい、でこのシューキャンもあの右足で使ってるんですよね。はい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 、これがやっぱここでまたいでシューキャンの右足、はい、でこれも逆足上がってるからこそできるプレーってことですね。はい、これはちょっともうびっくりしましたね、これちょっと本当に衝撃、これあ、これはもうびっくりしました。まあまあまあ、ちょっとバメヤさんの腕あってこそですけどね、これは。いや、もうこれはもうほぼまぐれみたいなもんです。はい、ということでここまでが神の子だったんですけど、キングでもちょっとプレイ動画撮ってもらったんで、これも見ていきたいと思います。これはって、どこで使ってます、フォーメーションとかは。これは4-2-2-2 の、はい、トップ下、左で使ってます。おう、無印で。はい。はいはいはい。さあ、ここ。うわ、いや、完璧、抜け出し。はい、これだって、いや、ワンツー入ってないですよね、今のメッシ。入ってるか。入ってないですね。入ってないですよね。はい、出した瞬間、もう抜け出して。うわ、えぐ。ま、マジギリギリっすね、オフサイドライン。はい、そうです。これが、やっぱ無印 OMF のいいところかなと思います。うん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 。これ、もうすごいな、動き。はい。おー、いいゴール。まあこれ本当に無印オムフは逆に神の子ではできない動きですもんね、無印のオムフって意味では。はい、はい、ということでもうちょっといろいろとバメヤンさんのプレー見させていただきましたが、ちょっとやっぱ異次元でした、プレー集が。ありがとうございます、本当にいろいろ聞かせていただいて。いや、とんでもないです、ありがとうございました本当に。いやー、でもちょっとやっぱこのメッシはマジでおすすめしたいっすよね。そうですね、取れるものなら神の、はい、メッシはちょっと取ってほしいなっていう。うんうんうん、まあ、特に神の子取れるなどってほしいですね。はい、そこは僕はもう推したいって、はい、使ってみるんですよ、やっぱり。はいはい、いや本当使ってみたらちょっとこの選手違うなってなりますよね。はい、絶対なると思います。はい、ということで、まあなんか今後もなんかバメアンさんなりの視点とか聞けたら僕としてもめちゃめちゃ勉強になりますし、はい、視聴者の皆さんにも多分勉強になることすごく多いと思うので、なんか一緒にできる機会あればぜひご一緒させてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今日はバメヤンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと僕も初めての形式だったので、まあどんな感じになるかわからないですけど、僕はすごく勉強になったので、おそらく見ていた皆さんにも参考になる動画になったんじゃないかなって思ってますね。今日も最後までありがとうございました。今回の選手のロックイズの答えはこちら、立った方は高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。